どうもありがとうございます。今日はこのような席にお招きいただいてどうもありがとうございます。今ご紹介に預かりました小野と申します。電気を落としていただいてよろしいでしょうか。ではまずですね、これ3号機が爆発したあれなんですけど、なぜ今日の内容なんですけれども、まず私がなぜこんなところでこんなお話をしているのかね。で、原発の原理と問題点、あと福島事故の推移、あと放射能の影響と思われる危険動植物やね、あと内部被曝のことについてお話ししたいと思います。ちょっと時間がないので途中端折るかもしれません、申し訳ありません。まず私の経歴なんですけども、私は実は広島の生まれなんですね。母の実家が広島でした。だから原爆投下の時は8時15分ぐらいですかね、8月6日、いつも春夏冬と毎回祖母の家に行ってましたので、よく聞いてたのを覚えております。で、宮崎生まれで、宮崎の高校を卒業して、で東大に入りまして、1988年の23歳の時なんですけど、精密機械工学科を卒業して、いろいろ迷ってですね、この時ちょうどバブルの絶頂期なんですけれども、どこに行ってもよかったんですが、やっぱりこの時円高不況とも言われてたこともあってですね、これはやっぱり公益事業なら安全安心だろうということで東電に入社して、でちょうど先輩も原子力に行ってましたので、そういう影響もあってですね、福島第二原子力発電所、原子力発電所を希望して第二原子力発電所の方に配属になりました。今回事故があったのは第一で、私は第二なんですね。大体15キロぐらい離れてるんじゃないでしょうか。で、1993年29歳の時に、ちょうど30直前なんですけども、本店の原子力技術科の安全グループというところに配属になりました。これはですね、事故の時に副社長だった武藤栄っていうのがいるんですけど、この時私の課長だったんですね、直属のね。で、どういうその安全グループっていうのは、シビアアクシデントとかですね、非常に激しい事故が起きた時にどう対応するかっていうのを全部やってたんですね、私ね、実はね。3人ぐらいのグループだったんですけど、そんなこと、そうは言っても。で、95年に阪神大震災とオウム真理教事件があって、でこの時に退社しました。やっぱりもう原子力危ないと、安全グループにいたからこそですね、危ないのが分かるわけですよね。で、辞めました。で、東電を95年に退職して、で熊谷医学部、ちょうど小玉先生来られてますけど、小玉先生に絞られながらどうにか卒業してですね、で今は熊本市で開業してます。まずですね、原子力発電所っていうと原理を知らないと何が何だか分からない、女性の方もちょっとおられるみたいです。簡単なんですね、原子力発電所の原理はね。お湯、原子力での火でお湯を沸かしてるだけなんですね。で、その蒸気の力でタービンっていうものを回して、で冷やすため複水器というところで冷やすんですけれども、日本の原子力発電所はこの冷やす冷却水を取るのにですね、適した大きな川はないので、フランスとかはね、アメリカとかはあるんですけど、ないので、全て海に面しています。だから全ての原子力発電所は津波が来るとアウトなんですね。全てですよ、例外ないです。で、核分裂反応というので熱を起こすんですけども、ウラン235に中性子がぶつかると核分裂が起きるんですね。で、核分裂が起きるときに熱エネルギーが出て、これでお湯を沸かすんです。で、それで熱エネルギーが起きるとともに2つに割れて核分裂生成物っていうのができるんですね。で、この核分裂生成物が放射能を持つわけです。で、今137、セシウム137っていうと大体の人はもう日本人なら分かると思うんですけど、これが235でしょ。これ137と引くと、これ片割れがあるわけですよ。ね、2つに割れる。だからこれが大体90ぐらいになる。235から137引くと大体90でしょ。だからセシウム137とストロンチウム90っていうのは1対1でできてるんですよ。少ないことはないんです、言ってませんけどね。で、ウランの原子核を爆発でゆっくりするのが原発で、一挙にするのが原爆なんです。だから原理も生成物も何もかも同じなんです。で、フランス24の広告が知ってますか。ここ綺麗なね、原発があるんですけど、その中ではね、原爆が毎日1日3発落ちてると思ってください。被害も何もかも同じなんですよ。それが大事なんです。原爆と原発は同じなんですね。で、放射性廃棄物の何が怖いかといったらですね、放射能があるんですね。で、放射能が消えないんです、これが。で、消えないの、これ、核燃料サイクル機構というかが作ったグラフなんですけど、見てください、これね。30年から50年後はね、かなり高いんですよ。これも即死するぐらいなんですね。で、大体まあまあいいかなっていうのが1000年後です。
で数万年後ね、この、まあ、アウストラルピテクスの時代ですよ。1000年後ってこれ平安時代だからね、今からすると。そんな先のことがね、我々に管理できるはずがない。でこのグラフね、ここ1億なんですよ。こんなグラフをね平気で作るんですよ。で武藤さんがですね、技術課長だった時に、これ私も見て、1000年後っていうのは、1000年後っていうのはちょっとあんまりじゃないですかって言ったらですね、何言ってんだよ、東京電力がねしっかり面倒を見るって言ってんだから、なんでみんなあんなに反対するのかわからない、そういう考えね。笑われてるけどそうだと思う。私もそういう考えだったんですけど、私以外はみんなそうだっていう感じですね。で、あと原子発をですね進めるのに、この中でも考えられてる方おられるかもしれない、コストが安いっていうのがあるんですよ。嘘っぱちなんです、これね。なんで嘘かって言ったら、役所が試算するとですね、原発が5円でできるって言ってるんですよ。だいたい5円で、LNG が6円でね、火力は10円って言ってるんですけど、原発はですね、設置許可申請書というのを役所に出さないといけなくて、その時に発電単価を書きなさいという項目があるんです。それを見るとね、 2F というのはこれ福島第二で、これ KK というのは柏崎なんですけど、 2F の12というのはこれはあの石油ショックの起こる前だからね、10円ぐらいでどうにか理想的な価格ですよ、計算できてるんですけど、見てください、14、5円してるんです普通ね。だから火力発電所の2倍から3倍のコストがかかる、これ理想的なやつだからね。でその後にいろんなベント配管をつけたりとか工事をしてるから、実質はね20円近いんですよ、原発はね。原発は高いわけです、火力なんかで一番高い、発電の高いコストの発電方式。じゃあなんでそれでやるかって言ったらね、総括原価方式、まあ大体ちょっと勉強されてると分かると思うんですけど、総括原価方式っていうのがあって、普通の会社っていうのは利益を、収入から必要経費を引くと利益になりますよね。だからできるだけ収入を増やそうとする。だから患者さんを呼び込もうね、呼び込んで増やそう、あるいは必要経費、看護師さん一人首切ろうとかね、そういうことで利益を増やす、これは普通の会社なんです。だけど電力会社っていうのはそんなことは考えなくて、この必要経費ね、必要経費に 3% かけると利益って取っていいんですよ。だからどういうことかというと、原発と火力発電所のどっちが高いかって言ったら原発の方が高いでしょ。だから高いから 3% かけたら利益が増えるわけです。だから必要経費が高いものを作ろうとするのが電力会社なんですよ、ね、コスト度会社、コストを高ければ高くほど儲かるからね。でそう言ってもなかなか分からられない方がおられたので、総括原価方式っていうのは 3% のポイントカードだと思ってくださいと。だから例えば焼き魚定食食べても、フランス定食食べてもね、 3% のポイントはつくんだけれども、自腹で頼むときにもフランス料理ばっかり食べたら家計が破産しますよね。だけどもし支払い者が自分じゃなくてね、自分の懐を考えなくていいということになったら、当然こっち 3% 増やそうとしたらこっち頼むでしょ。だからこれが電力会社です。だから、ね、もう話にならないんですよ。普通の会社じゃないんです、電力会社はね。で福島第一原発の敷地なんですけど、ここから 1,2,3,4,5,6、 これものすごく広いんですね。後で説明します。でこれ海岸べりにビタって並んでますね。これはね理想的な配置なんですよ、実はね。でじゃあまず福島で何が起きたかね。でこの人は何て言ってるかって言ったら、津波だ津波だって言ってるんです。この人じゃないけど全員がね。でも本当だろうか、津波だけなんだろうか、ちょっと疑問というか。で原発事故で民間事故調査委員会というのは報告書を出してるんですけど、その中の作業員の証言で、生蒸気だ、水蒸気系が壊れてる、ね、水蒸気系が壊れてるっていう話が出てる。で水蒸気系っていうのはどこかって言ったらですね、お釜の中から直接出てくるこの辺なんですよ。で津波がやるとしてもこの周りでしょ。だからここがやられてるっていうことは津波で壊れたわけじゃないんですよ。じゃあなんでか、国土地理院がですね、こういう等変動量線図というのを出してるんですけど、ここ福島第一原発なんですけどね、これね福島県の水平で見ると東に 2.5 メートル、ね、移動してる。で地盤沈下どうかって、ね、なんとね50センチも地盤沈下してるんですよ、ここね。で女川に至ったら1メートル以上地盤沈下して6メートルぐらい東に移動してるっていうんですよね。で役所は何て言ってるかって言ったら、50センチ沈下は認めてるんです。認めてるけど多分どなたもご存知ないと思うんですけど、報告書は出してて、50センチ多分このぐらいの広さあると思うんですよ。1フロアでこのぐらい、これ以上もっと広いと思うんですけど、それがね全部一様に地盤沈下したから問題ないって言ってるんですよ、
ね、そんなバカなことないと、どなたか笑われましたけど、その通りだと思う。だから配管も壊れてるんです。津波だけじゃないんです。だからもうめちゃくちゃなんです、中はね。で、じゃあどういう事故が起きたかっていうとですね、さっきお湯を沸かすって言いましたね、原発はね。そうすると人間がお湯を沸かすところかどこかって言ったらね、台所なんです。だから台所でちょっと考えてみましょう。でこういうガスコンロ、ご存知だと思うんですけど、ここにオンオフのスイッチがあって、ここに火力調整の津波がありますね。で原子力っていうのはこのオフのスイッチはないんですよ。誰も持ってないんですね、人類だろう。だけどこの強弱のスイッチはある。だからそういう状況でお鍋を沸かしているときにどうなったかを考えてみましょう。でもう一つよく出てくる、もうあんまりあれですけど、ベントっていう話が出てくるんですけど、このベントは何かって言ったらですね、誰でも知ってるんですけど、圧力鍋ご存知だと思うんです。圧力鍋ってここのね、圧力を抜きますよね。こうしてシューって抜きますね。これをこの操作のことをベントって言うんです。ね。だからこう言ってくれれば大体誰でもわかるんですけど、こういう説明 NHK をはじめ誰もしてくれない。で、通常の運転状態はどうなるのかって言ったら、炉心がね、この中炉心で燃料があるんですけど、たっぷり水が入ってるわけです。だから、まあ、例えて言うと、スパゲッティを茹でてるのと同じで。で、これで火が消えなくてもどうかって言ったら全然怖くないですね。これ、いつものと。で、だんだん、こう、燃料、水が足せなくなってね、蒸気が漏れてるわけですから、さっきも言ったように。そうすると水が下がってくる。そうすると、燃料がまだある間はひたひたの状態って言って、ここまでならね、事故じゃない。事故なんですけど、ひどいことにはならない。だけど、先ほどもお話ししたように、火は消せないのでね、ここから先に行くわけです。進むわけです。そうするとこうグツグツした水がなくなるとこんな焦げついてきますよね、鍋底にね。だいたい事故発生から30分後にはこうなると言われてるんですね。これ炉心溶融の状況なんです。でもまだ火は止められないんですね。そして発生から1時間経つとそこにこうガチガチにこびりつくわけです。でこれをこんな感じね、うん、でこれを言うとメルトダウンって言われるね。そしてメルトダウンが起きると鍋底に焦げつくんですけど、沸騰水型原子力発電所というのはなんと下から制御棒が入っていくんですね。だから下から制御棒が入るということはこれ穴だらけ、当然ね、制御棒が入るというか穴が開いてないといけない。穴が開いてるということは穴が開いてて、なおかつここは溶接だからね、ここに熱い燃料がしたら当然抜けるんですよ。簡単に抜けるんです、沸騰水型はね。でメルトするっていうの、先ほどの穴の開いたザルをね、抜けたところ。そうすると全体ね、お釜全体が圧力上がってきますでしょ、蒸気でね。そうすると圧力鍋と一緒で蒸気を抜くんです。これはベントっていうね、ベントができるできない。でもしこのベントができなかったらどうなるかって言ったら、この圧力鍋がどうなるかを考えてみればいいね。火についてて圧力鍋でベントできなかったら破裂するでしょ。破裂したら台所は終わりですよね。破裂するぐらいならここは有毒ガスでも何でもいいからここを出そうというのが福島で行われたこと。でメルトダウン、メルトスルー、メルトアウトっていうのがあるんですけども、これでまたちょっと復習ですけどね、メルトダウンっていうのは鍋底に焦げついた状況なんです。でメルトスルーっていうのはあのコンロのね、そこに行っちゃったような状態で、メルトアウト、最後のメルトアウトっていうのは台所をね、こ超えてもうその火が自分の家を全部覆い越して隣に延焼しようとしているような状況なんで、もう先ほど言いましたけれども、ガスコンロで火が止められないんですから、当然もうここまで行ってるんですよね。これも確実に行ってるんです、なんだかんだ言ってもね。で1号機と3号機の爆発があるんですけども、これがね、こっち側が1号機で両方とも水素爆発って言われてるんですけど、これ見ていただけると分かるんですけど、1号機はねこう横に行くんです。で3号機上に上がるんですね。で1号機のねこの辺見ていただけるとちょっと火が見えるのでね、ここね、パッと火が抜けてるでしょ。で3号機はねこう縦にこう上がっていくんです。でこういう雲が上がる前にこの辺でオレンジ色の光が光りますんでね、ちょっとよく見てみます。ここね、ここね、光ってるんですよ。オレンジ色の光がピカッと光ってこうドーンとこう上がってる。で1号機はこの辺でスパッとこう赤い炎が抜けてこう横にずれてるわけですね。だから明らかにね同じ爆発じゃないんです。でこちらは水素爆発だと私も思います。じゃあこちらは何ていう爆発かね、ピカッと光ってドーンっていってるわけですね。
こうね、こうオレンジ色をして、でこれはね、なんとこの排気筒の高さが100メートルなんですよ。だから大した高さに見えませんけど、後で比較出しますけど、だいたい600メートル上がってるんですね。こういうオレンジ色の光が光ってますね。でここね、100メートルのやつで、これと比較するとね、だいたい6倍ぐらい上がってる、600メートルですね。そしてこの次に核実験の絵と比較しますので、これね、これ核実験のやつ、これと比較していただけるといいんですけども、かなり似てますでしょ。ほとんど似てるんですね、これね、この2つがね。で巻き戻しますけど、そっくりですよね、形がね、形状だけですと、形状だけですけど。でこの時にね、まあオフレコ情報というか、私前勤めてた人から聞いたんですけど、中性子線をね、検出したって言ってましたもんね。表に出てないけどね、まあこれは噂話なので、前本当かって言われたらさーって言うしかないんですけど、だからものすごくそっくりなんです、2つがね、核爆発でね。だから私これ核爆発だと思って、で600メートルぐらいのね、噴煙が上がってるわけで、さっきオレンジ色の光が光りましたね。じゃああそこは何かって言ったらね、上から見るとここなんです。ここを見ると、見てください、ここね、スコッと開いてるでしょ。そしてその周りにもやしのようにこうヘニャヘニャのやつが出てますけど、これはものすごい鉄骨なんですよ。普通ね、このヘニャヘニャにならない、何千度にもならないとね。でこの下には何があるかって言ったら、使用済み燃料プールというのがあるんです。で使用済み燃料プールというのは、こういうふうに使用済みの燃料も入れてますけど、使用済みの燃料はウランを取り出すという、あ、ごめんなさい、プルトニウムを取り出すというところからして、プルトニウムが入ってるんですね。でしかも使用済みって言ってますけど、新品の燃料も燃料交換のために置いてるんです、ここはね。これ3号機のね、福島の3号機の事故が起きる前にこう東電が公開してるのがあるんですけど、ここに新品の MOX 燃料が入ってるんですよ。3号機は MOX 燃料とプルトニウム使ってますよね。そして事故の後に東電が調べてるんですけど、4号機はこんなように、さっきのね、これと比較してもあまり変わらないでしょ、これね。4号機のね、燃料プールはなんだかんだ言っても健全なんです。だけど3号機の中はね、もう瓦礫の山なんですね、これね。で、今回の放出放射能量は福島の4基で77万テラベクレルって言ってるんですけど、これはね、これで言うとなんかいかにも計算したような感じなんですけど、キューリーっていう昔の単位に直すとね、1000万キューリーっていうピタッとした数字になる。でチェルノブイリは1億8000万キューリーなんですけれども、このチェルノブイリっていうのは1983年稼働のものすごくね、新しいプラントで、86年に3年で事故を起こしてるんですよ。でも福島はね、もう40年以上のロートルプラントですね。で4基起こしてて、チェルノブイリは1基で100万キロワットなんです。で福島の4基は全部で出力を合計すると280万キロワットなんです。出力に、ね、核燃料の量は比例しますからね。だから福島の方がだいたいチェルノブイリの3倍の放射能を持ってるんです。それプラス燃料プールが、だから5倍ぐらい持ってると私は概算にしてますけどね。だからアーニー・ガンダーセンがチェルノブイリの3倍っていうのは、この出力を比較してね、3倍って言ってるんです。で、ヨウ素セシウムの放出量それぞれね、こういろいろ NHK の人が解説してくれてるんですけど、例えばヨウ素131はね、15万テラベクレルですよ。セシウム137は1万5000テラベクレルっていう数字が出てきて、なんかこうよくわからないけど、ものすごくテラっていうと1テラバイトのハードディスクっていうのがありますけど、それに万がついてるんで、ものすごくね、でかいっていうことしかわからない。でそこで終わってるんですけど、実はね、我々が知ってる単位っていうのがあって、重量っていうのがあるね。で重量直したらどのくらいかって言ったらね、ヨウ素131はね 40g、 これが正しいとすればね。でセシウム137はたったの5キロなの。600メートルの噴煙が上がってね、1、2、3号機はものすごく大きいんですから、原子力はね。で5キロって言ったら、これペットボトル1個分ですよ。こんなにね、みみっちい量が出たはずはないんですね。でいろいろ計算すると、だいたい60トンから100トンぐらいの燃料があったと言われてるんですね。もちろんそのほとんどは格納容器に入ってると思いますけど、何せ100トンのところでね、10キロ20キロのはずがないんですよね。
だから重さにしてみるとこれがものすごい過小評価だということが分かる。そしてあの過小評価でありながらね、広島原爆と比較してもですね、広島原爆の168倍出たって言ってるんです、過小評価ね。だから私のあれから言うとですね、大体10倍からね100倍出てると思うから、福島ではね2000倍近いね、広島原爆のね死の灰が出たと思ってる。で多分それ以上でしょう。そしてこの人は小森さんっていう当時常務だったんですけど、私が発電所にいた時に発電課長だった人なんですよね。よく知ってるわけですけども、この人がね何て言ってるかって言って、ラディエーションリークイズシアリアスナフトキルピコ、致死量の放射能量が出たっていうことを、これは福島なんですよね、福島で告白したんですよ。で泣き崩れたって、ね、3月19日の新聞に載ってるんです。でもねこれはね日本の新聞でね報道されてないんです。でいろいろ最近になって分かったんですけど、この3月の14日の深夜から15日にかけてドライベントといって、放射能のものすごく強い含んだ量の放射能を出したということをね、東電が捜査でやってるんです。この間ビデオの公開の中でね出てましたけど、だからこの人は知ってるわ、ドライベントというものすごい放射能死の灰を出したの知ってるんで泣き崩れちゃったんですね。そしてなんでそう、例えばね5月8日に飯舘村の村長とね、これ岡田幹事長なんですけど、見てくださいこの格好ね、マスクしてゴーグルして全面タイベックしてね、で手袋までしてる。で飯舘村の人はもう裸の素手ですよ。だから知ってたわけね、だからこんな格好してるわけです。これは風評ですか？風評じゃないですよ。で収束宣言をこの人がしてるんですけど、止まらないよね原発は。だから収束宣言嘘なの。だから見通しとしてはね、人類には原子の火を止めることができない、30年では廃炉と言ってますけど、原子力村が30年後にできるということはできないというのと一緒なんですね。それはプルトニウムの高速増殖炉も30年後には実用化しますと言って、30年経ったら今度は50年後と言ってるんです。でアーニー・アンダーセンは100年と言ってますけど、私100年でも無理だと思うんですね。チェルノブイリ25年経ってるでしょ、何も変わってない。チェルノブイリひどいんですか、これはね。収束方法は誰も知らない。で人類史上最大最悪なんですね。でここは熊本なんですけど、まあちょっと福島の方は大変だなと思ってるとね、それは違うんですよ。これは汚染の状況なんですけど、これは福島ですね、これは九州ね、北海道、これ西海岸ですね、アメリカのね、見てくださいこれ。で放射能というのは煮ても焼いても消えないんです、拡散するだけなんですね。そうするとちょっとここに来ただけでこれはもう東京が舐められてるわけですね、3月15日ぐらいね。そしてこう渡ってですね、この西海岸、アメリカ西海岸ですねこれね、でシベリア、アラスカね、これ全部ね覆われていく。でいくら西風って言ってもですね、それは大気回りますんでね、当然こう、まあ、一周する分もありますし、こうやって上からこう降ってくるのもあるわけです。だから太平洋全部こう覆われてね、ちょうど西海岸この時に雨が降ってたっていう話もある。これはシミュレーションだから正しいかって言ったらそれは分かりませんけどね。どうしてどうなったかって言ったら、まあ、福島の周囲ひどいですよね。だけど見てください、これ西海岸ね、アラスカ、シベリアにかなり汚染されてる、世界中の規模でね。でここが汚染されてるんだからね、この九州がどうのこうのって離れてないんです、放射能から見たらね、目と鼻の先なんです、放射能に言わせれば。そしてこれは海洋汚染のシミュレーションなんですけど、ここね、だいたいこれが1年後ぐらい、見てください、これ西海岸ね、ものすごいので汚染が拡大してる。だいたい1年、7月ぐらい、2012年7月のシミュレーションでね、もう全部ですよね、全部放射能汚染が来てるわけです。そして放射能の効果量の推移をいろいろ出てくると、少ない少ないって、大気学実験の最盛期の1万分の1だって言ってるね、嘘つきの東大かなんかの先生がいる、兄弟のね。で最近学実験の時は大体こう数字見てもらいたいんです、100なんですね、1万分の1っていうと 0.01 ぐらいでしょ。そうすると
1万分の1しか降ってないっていうのはこれはね、福島事故が起きる前の話なんですよ、ね、最高が100、まあ、800ぐらいなんです。でここでね、で茨城でどれだけ降ったかって言ったらね、ここなんです。もう今まで降ったことのない量がね出てるわけですね。そしてここで100と1000をねちょっと見てほしいんですが、ここの部分がどこに当たるかというとですね、日本地図でいうと100から1000っていうのはね、この黄色の一番外側の線なんです。でここが100、これが最盛期と同じね、10倍100倍1000倍のね放射能を降ってるんです。これ仙台近いですからね、仙台はね大体最盛期の100倍の放射能が降ってるんですよ。そしてそれでね、この私の地図にもつながるんですけど、これ早川先生、群馬大の早川先生という方が作られた地図なんですけど、空間線量率とね汚染濃度の相関というのがあって、原発の中ではですね線量ではね管理しない、まあ、しますけど、一番の大事なのは汚染がどれだけ、表面汚染がどれだけかで管理するんですね。そうすると400キロベクレル、だいたい 1.3 マイクロシーベルトパーアワーの装備だと、こういう全面マスクをしなさいっていうふうに決められてる、原子力発の中ではね。そうすると 1.3 マイクロシーベルトはどのあたりに当たるかというとですね、これでいうとだいたいですけどオレンジのねところがそうなんですよ。で見ていただけると分かるんですけど、福島周囲はもちろんなんですけど、郡山白川までね、本当は住んでる人はこういう格好してないといけないです。でそれが分かってるからね、枝野がこんな格好してね、岡田がこんな格好して訪問してるわけですよ、失礼なことにね、5月に。そして40キロベクレル、だいたい 0.13 マイクロシーベルトぐらいの線量であれば、こういう飼育域っていうのはですね、汚染を広がらせないようにこういう格好をして、でこの区域で物を全部捨ててね出てくださいって言った。じゃあこの 0.13 マイクロシーベルトっていうのはどのくらいかって言ったらですね、この地図で言って色のついてるところは全部なんですよ。だからまあディズニーランドとかも入ってますのでね、お子さんをディズニーランドに行くときはこういうふうな格好をさせて捨てて帰らないといけないんです、原発の中であればね。そのぐらい汚染されてるんです。でだからこういうことなんです。ここで測って OK って言ってもね、ここはもうものすごい汚染されて内部被曝しちゃうわけです。だからここで測って OK だから OK ではないんですね。で放射能と放射線っていうので、ちょっとどうしましょう、ここね、医療用の放射線っていうのがあるんですけど、医療用の放射線を見るとこうやって缶からピンって出てきますね。で放射線と放射能何が違うかって言ったら、ね、こうやって線が出てきても放射性物質飛んでこないので、透析室でねマスクするバカはいないんです。全面マスクしてね、俺は放射能が怖いからってマスクするバカはいないですよ。だけどプロテクターしますよね、鉛のね。そこが放射能と放射線の違いなんです。だ放射能を正しく怖がるって言ってね、 0.3 マイクロシーベルトパワーはホットスポットだってお母さん怖いって言うと、俺は毎年20ミリシーベルト浴びてるんだからそのくらいで問題が起きるはずがない。だからこれ放射線の話をしてる、こっちは放射能の話をしてる、物質の話をしてる、話次元が違うのにこれを一緒答えにしてるのがね、 ほとんどの石なんだ。で内部被曝と外部被曝っていうのは、ここが一番大きな問題があるところなんですよ。外部被曝っていうのが放射線なんですね。内部被曝っていうのは簡単に言うと放射能の話です。だから放射性物質を中に取り込むか外にあるかで全然違うのね。でこの山下俊一っていうのが私と同じ名前の人がいるんですけど、この人はシーベルトの数値が同じであれば外部であっても内部であっても同じだってこういう嘘をつくわけですね。これ嘘なんです。で内部被曝を蓄積するといろんな臓器に蓄積して危険なんですね。カリウムはね蓄積しないんですよ。カリウム40っていうのが被曝って言って、こうよく医者の中でもごまかす人間言ってるんですけど、カリウム40が来たら必ず残りの 99.5% はね普通の正常のカリウムがいるんです。でもセシウムはほとんど、今である天然のセシウムはほとんどないので、ほとんどが放射性物質だから取り込まれてしまうんですね、体に。で放射性要素、これ一番言われてるやつなんですけど、要素というのは甲状腺にたまるので甲状腺がんを起こすと言われてるんですけど、このグラフを見ていただけると、これ山下先生に作られたグラフなんですけどね、1986年ここですね、ここはチェルノブイリが起きた時なんです。ところが1990年
4年間ねほとんど増えてないんです、チェルノブイリでね、甲状腺がんは。でももう日本ではチラチラ出てるって言ってますからね、これ日本の方が4倍も5倍も早いって言われてる。で放射性ストロンチウムはここにあるんですけど、第2類の土類でね、カルシウムの下にある。だからカルシウムと性質が非常に似てるんですね。だから骨に入って、がんになるって言われてるね。でセシウムはカリウムの下にあるんで、これは筋肉に入ってですね、心不全とかを起こしたりするわけで、ちょっとあんまり時間ないんですけど、セシウムっていうと全然ねピンと誰も来られてないので、ちょっと時間惜しいんですけど、ちょっと使える。ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウムの順にアルカリ金属っていうのがあるんですけど、ナトリウムはまあ皆様よくご存知のね、食塩ですよね。それは水に反応するとこういう反応を示すわけで、カリウムね、カリウムここですけど、カリウムをポンと水に落とすとちょっと火が激しくなってますね、ナトリウムの時よりね。で次ルビジウムですね、ルビジウム結構激しいですよ。で次セシウム一瞬で終わるので見てほしい、セシウムね。だからセシウムはものすごい反応性が強いんですよ。だからこういう物質が外に飛んでるとですよ、耳鼻科の先生多いと思うんですけど、くしゃみ鼻水の原因はアレルギーということです。多分ね今年は多いと思うんです、アレルギーがね。で放射能のほの字も言わずに、こうなんか私から言わせるととんでもないですが、ガとかゴキブリのアレルギーもあるでしょうけど、だけどさっきのようなセシウムが一粒でも二粒でも飛んでたらね、それだけでアレルギー起こしそうでしょ、明らかにね。だからそれはね線量では判定できないんです。こっちまでセシウムが飛んでるんです、さっきの汚染のあれからしてね。だからぜひですね、患者さんが来られたらこういう鼻水の原因がもしかしたらセシウムかもしれないということをちらっと考えてほしいんですよね。放射線の量じゃないんだよ、物質なんです。花粉だって何も放射線出さないでしょ、花粉はね。それでもアレルギーを起こすんです。セシウムなんかは放射線があってなおかつものすごく反応性が強いから、それは結膜に当たったら私結膜炎を起こすと思うんですよ、セシウムだけでね、放射能じゃなくて。で内部被曝っていうのはこれちょっとで奇形が生まれてるんです。福島県の浪江町で5月に耳なしウサギが生まれてるね。で4匹生まれて1匹だけなんです、生まれた耳なしウサギで、鼻の中から鼻が出たりね、こういうツートンカラーの梨が出たりね。さっきのねこの梨は、ね、高知県なんですよ。でこのツートンカラーの梨はみかんだ、これは福島県、ごめんなさい、熊本県で、神奈川でも出てるツートンカラーなんですね。これスリーマイル島っていう加圧水型の事故でも起きてますよね。でこれ私ちょっとびっくりしたんですけど、こういう体毛って言われる変化らしいんですけど、帯状になるんです、植物の普通の茎がね。で普通のやつはこんな感じなんですけど、これ帯状になってるんですよね。これはねなんと私熊本市で発見したんです。で小鳥がいなくなってるんですね。なかなか忙しくてあれでしょうけど、自然をよく見てる人はね、今年は去年ぐらいから小鳥がいないいないって言ってるんです、ね。で日本野鳥の会は黙ってるんですけど、なぜかっていったらこの日本野鳥の会のスポンサーは電力会社、本当にねずらりと並んでますから、ホームページ見てください。そして震災後にね、東北大の循環器の教授は心不全が増えてるって言ってるんです。で過去の震災疫学調査で報告例がない、ストレスになってるんですけど、ストレスはどこでも起きるはずなの、東日本大震災の特徴の一つだから心不全っていうのは内部被曝で起こりやすいって言われてる。で突然死が出てるんですね、体育の授業中に死んだりとかね、22歳の女性保育士がね熱中症で死んだりしてる、いっぱい死んでるんです、1人や2人じゃない。で核兵器はねちょっとこの辺とかで、内部被曝の実態を知るためにはね、これなんでかって言ったらね、内部被曝隠してるでしょ、安全安全って言ってるでしょ、なんでかって言ったら最初の方のスライドで見せましたけど、核兵器とね密接に結びつくんです。内部被曝が怖いっていうことになったら核兵器が使えなくなるんですよね。そうすると困るわけ、アメリカは。で入試被曝っていうのがあります。入試被曝っていうのはどういうものかって言ったらですね、これ日田先生、日田俊太郎先生っていう95歳の
被爆された医師の方がいろいろ言われて、あとでねピカっていうのが起きたあと 2,3 日経ってから行った人ももう山のように人が死ぬと。で実際に死んでるし、こういう話の件ですけど中にも出てるのに、いろんな中にも出てるのに政府は認めてないんです、これはね、この被害。あと原爆ブラブラ病っていうのがあるんですけど、これはね非常にだるい、仕事ができない、家事ができないっていう倦怠感ね、全身のね、理由はない。でに今の日本の医療レベルではどう診断されるかといったらね、大体これうつって診断されるんですよ、ね、特に原因として思い当たる出来事もなくて、でも体がだるくてどうしようもないということを言ってる。で ABCC はどうしますかね。で ABCC っていうですね、原爆の調査委員会があるんですけど、アメリカの作ったね、それが被爆の赤ちゃんを研究利用で1200人調べて、全然ね異常はなかったと言ってる。で放射線の人体評価で、これね、これ私非常に腹が立ったんですけど、遺伝的影響、ハエ等の動物実験では発生が確認されていますが、人では発生事例は確認されていません。動物実験で出るのに人間には出ないって言うんですよ。本当ですかね。で父母が胎児の時にね、こう赤ちゃんで、児玉先生もそうだった、ランドマンのやつもちょっと引っ張り出してるんですけど、赤ちゃんが胎児の時に自分の子供が、自分の子孫はね、もう卵、原始生殖細胞ができてる。だから発生第3週、妊娠5週にもう自分の種はできてるんですよね。だから自分は祖母のお腹の中で育ってるんですよね、両方のね。だから それほどものすごく強いね、つながりがあるからね。それがなんで放射線で被爆しない、危機系が出ないことになるのかって私はね、非常に腹が立つんです。で広島の胎児奇形こう出てきててね、これ長崎で一つ目が出たりしてる。で ABCC にいた医師の証言でね、長崎大の林教授って 22.3% の奇形があったって、こう世界は恐怖する死の肺の正体っていう映画でこう出てるんですよね。そしてこれ私知らなかったんですけど、原爆消灯時っていうのがいて、原爆を手伝われた広島では頭のちっちゃい子がたくさん生まれてるんです。でドキュメンタリーにもなってるんですよ。で中国地方でも放送されてるんです。だけど、ね、全国放送で放送されてないんです。私も知らなかったし、どなたかご存知の方おられますか、原爆消灯時ね、どなたもご存知ないんです。今生き残ってるの20人だからね、100人以上いたでしょ、実際にいるんです、あちらの方にはね。でチェルノブイリはこういう危険が生まれたりね。でこれはねセミパラチンスクで、ソ連の核実験場でこういう子が生まれたり、こういう子が生まれてるんです。でイラクのファルージャではもうこういう子が生まれたんで、これはねちょっと見にくいですけど、足が分かれてない子が生まれてる。これはね劣化ウラン弾の影響だろうと言われてるんですね。で湾岸戦争症候群っていうのもあって、これ恐ろしいことにね、湾岸戦争従事者の父親からこういう目のない子供生まれたりしてるんですね。でもこれはアメリカは認めてないので、大丈夫大丈夫と言ってですね、被害を認めないんです。であと最後のものありますけど、瓦礫の受け入れなんですけどね、これ東京が受け入れてね、燃やしてるって一生懸命ね。さっき見せましたけど、津波の起きたところはもう放射能が降ってるでしょ、降ってるんですよ。だから燃やしたらね、必ず出てきて大気中に拡散される。北九州も今度燃やそうとしてますけど、あれが出たらですね、北九州の先生がおられたらぜひちょっと気にしてほしいんですが、あのセシウムが出ていくのでね、鼻血の子が増えると思うんですよ。鼻血は放射線で出ないって言ってるんだけど、セシウムが飛んで、あの金属が鼻粘膜についたら鼻血が出るかもしれないっていうのは多分そうだと思うんですよ。耳鼻科の先生にはそう思われると思うのでね、ぜひね、声、被害が出てきたら声を上げていただきたいんです、先生方にね。で放射能の知見はないって言うんです、環境省がね。でこの井出光和也っていう旧大の教授は、 C 基準は完全に安全って言ってる。大体どんなものでも完全に安全な物質はないんですよ。それは医者であればね、どなたでもご存知なんで、いろんな人に薬出しても一人だけ副作用が起きることはよくあるの。完全に安全っていうのはこれね、医者の言葉でありえないんですよね。じゃあこの人は何かって言ったらね、旧大に入るまでは42歳まで動力炉核燃料事業団に勤務してた。その人が完全に安全っていうね、だから旧大の仮面をかぶってるけど、本当はプルドクの中身よね。非常にけしからんと思うんですけどね。で、これにね、ちょっと私ここで言わせてもらいます。九州、
北九州の医師会長もこの中に入ってますからね、会合の中にね。それ認めてるんです、北九州の会長。で、福島原発の場所ね、ここなんですけど、あんまり大きいように見えないんですけど、ちょっとね、あの福島を東京に持ってくるとどうなるかって言ったらね、ここお茶の水です。ここは霞ヶ関、銀座ね、工業が全部入るんです。ものすごく広いでしょ。あと福岡で見ると九大病院とね、日赤とね、福岡赤十字と天神がね、すっぽり入るんですよ。福島をね、今度はね、熊本に持ってくると熊本から藤崎宮駅まで入るんです。ものすごく広いんです。あそこでね、処理できないはずがないんですよ。ものすごく広いんだから、ね、東京のあれで持ってくる必要はないんですよね。そしてこのような形で隠し続ける、こうバンダチェフスキーというロシアでね、ものすごく迫害を受けた方なんですけど、日本人という食い込みが本当にわずかになってしまう。もうベラルーシはね、1986年が事故ですけど、その後ものすごく減って、もう毎年 5% ね、人口が減ってて増えないんですよ、ね、で除染についても、除染できるできるって言ってやってますけど、なぜできないかというと、先ほど見せましたけど、セシウムっていうのはものすごく反応性が強い物質だったんですけど、それにも増して原子のあそこなんでね、なんとチェルノブイリの強制準体重で140万ベクレル、ね、5.2 マイクロシーベルトパワーはどのくらいかって言ったら、まあ円な、同じ円なのでね、大体同じ食卓円で考えると、塩一粒を約30坪にね、散歩したぐらいの濃度しかない。だからここで言うと多分ね、目分量です。塩10粒ぐらいここにバーンとばらまいてね、水でね、除染しろと、塩を取れって言われてるのと一緒なんです。しかも反応性が高いんです。除染はできないんです、絶対ね。チェルノブイリの経験なんです、それは。でも日本は狭いからできるって言ってるんです。目を向けてね、目を向けてね。そして最後のなんですけど、原発の味、限界ね。限界はどんな、さっき見せましたけど、福島はこう海岸べりに一直線並んでるでしょ。限界っていうのは半島に1234ってついてるんですよ。だからもしここでね、号機でね、事故が起きたらどうしますか。こういけませんよ、絶対にね。だ、限界っていうのはもう 1個が爆発したらもう全部爆発するんです、確実にね。でここはもういけないからね、船で行くとか言ってるんですけど、行けるはずがないんですよ。福島はね、だからこれと比較すると最高でしょ。直線になっててね、どっからでも行けるんです。大井だってそうです。若狭湾の方もひどいんですよ。そして限界が爆発すると、見てください、もうこれ住めない、九州はね、当然ですけどね。だから事故が起きたら九州終わりなの。じゃあこれからどうすればいいのかね。ちょっとボンボン飛んでしまいましたけど、時間がなくて、さっきも見せたように大気中にもう漂ってますから、雨に濡れたらいけないんですね。だいたい核実験の時だけ雨に濡れるなっていう話を聞いたことがあるはずですからね。それより100倍1000倍降ってるんだ、雨に濡れたらいけないんだ。で、私は屋外プールも危ないと思ってます、熊本であってもね。それはもしお子さんがおられたら、今年のスプールの後にね、やたらね、だるがってなかったかっていうことをちょっと気にしてほしいですね。あと食品からの内部被曝をできるだけ避けるね。特に濃縮するのはキノコですからね、キノコは気をつけて。あとは魚は、先ほどお見せしたようにかなり汚染が進んでますのでね、ある程度覚悟して、自分の年齢ならいいかどうかを覚悟して、だからお子さんにはあまり食べさせない方がいいと思うんですね。で、黙っていてはならない。だからもうこっちにも来てるし、瓦礫ももうそろそろ燃やそうとしてるのでね、ぜひね、内部被曝を強要してるんですよ、日本政府がね、被害を隠すために。だから地域の医師会にって書いてあるんですけど、ここ医師会の先生方だと思いますのでね、ぜひね、ちょっと問題意識を持ってほしいんですね。再稼働は絶対ダメなんです、篠原作るからね。あと、諦めてはいけない、もうしょうがない、決まったことだからって言ったらね、もうこれお子さんいなくなります。で、味方を増やすね。だからできるだけたくさんの人にいろんなことを聞いてもらう。で、こういうことが起きてるんです。もう6月29日にね、あんまり報道されなかったんですけど、こんなデモがね、日本で、まあ、主催発表で10万って言われてますけど、こういうデモがね、もう来てるんです、相変わらずね、東京ですけど。で、私の情報発信なんですけど、ブログのアドレスを、この新聞記事のですね、ところに書いてますので、まあ、ぜひ見ていただいてですね、約550万ぐらいアクセス。で、ツイッターも、まあ、やると面白いんですけど、2万8000人ぐらいの時って、ね、あと政府 NHK の報道は、ね、一番当てにならないんですけど、
原子力報道の場合は非常に悲惨な、ね、第一報が出るんですけど、これが大体本当のことが多いので、ね、間違いもありますけど、うわーそんなことが起きたのかと思ったら後で、ね、訂正の報道が入る。例えばメルトダウン起きたとか言ったら、ね、あれは間違えてしたって言って1年ぐらいに忘れた頃に出てくるんですけど、第一報を、ね、ぜひ重視してほしいんですね。で本物の情報は、ね、いろんな情報が出てくるんですけど、嘘を話してると後で、ね、矛盾ばっかりになってくる。本物の情報はね、後でピシッて線がつながりますのでね、細かいところ。プロメテウスとか見ていただければ、朝日新聞わかると思います。ぜひね、いろんな情報にこう、アンテナを張って、東大の中川圭一っていうのが言って、東大だから正しいだろうと思ったらいけないんです、絶対ね。権威者で、なんとか学会の学長がね、言ったから正しいわけじゃない。みんなでこう、ぜひ見てね、何が正しいかやってほしいんです。あと、今回 の発表内容についてはちょっとあんまり時間なかったので飛ばしちゃったんですけど、ネットで YouTube でも無料で見れるようにしてますし、もしご希望の方があれば DVD をホームページから注文できるようにしてます。1枚500円と言ってますのでちょっと1000円ですけど、でまとめですね、福島の原発は止められないんです。放射能汚染も継続するんです。これね、ここに生きてきてる人がね、全員死にたいとも、ね、絶対終わってないんです、これはね。で汚染された瓦礫、放射能を含んだ商品に何ら規制がかけられてない、ね、むしろ燃やそうとしてますからね。チェルノブイリできるだけ中に持ってきたのに、日本政府は外に出して全員で仲良く1億総被爆をやってる。だ熊本とかね、九州がどうこうじゃなくて、もう世界中です。西海岸やられてたでしょ、あれヨーロッパにも行ってるし、ニュージーランドの方にも赤道で大気が混じってるから行ってるんです。海はつながってるしね。で前線の問題で内部被曝の勉強をぜひしてほしい。でガルキンにはぜひ明確に反対して、子どもたちにできることをしてほしい。もう我々はしょうがないんです。ジェル原発のね、おいしいところやってきたけど、だけど孫は子どもたちはね、何にも知らないままいきなり放射能の中にね、突き込まれ落とされてるんですから、ね、ぜひ声を上げてほしいと思います。はい、どうもご清聴ありがとうございました。